はい、YouTube。オードマン TV のオードマンです。まずはこちらの写真をご覧ください。こちらの写真が誰なのかと申しますと、そうです、私です。最近私が動画を上げると、オードマンさん痩せましたねとコメントされることがたまにあります。結論から先に申し上げますと、私痩せました。それを成し遂げたのが本日紹介する大野式ダイエットです。写真では痩せてるように見えるかもしれません。客観的な数値を用いてお話ししましょう。私の家にあるタニタの体組成計で測ってみると、体重は57キロ、 BMI は 20.1、 体脂肪率は 16%、 筋肉量は 45.4キロ、 内脂肪レベルは 7.5、基礎代謝は1292キロカロリー、そして現在50歳の私の体内年齢はなんと38歳。これを実現したのが大野式ダイエットなのであります。ちなみに私の精神年齢も30代です。身長169センチの私の最高体重は2020年に記録した 67.9キロ。そうです、この年は私が正社員を辞めた年になります。仕事を辞めて家にいる時間が多くなり、さらに当時の私は飲食に対して無教養だったため、どんどん超えていきました。会社員時代の私の体重は61キロぐらいだったんですけども、さすがに体重計で 67.9 キロの数字を見た時はゾッとしました。多分ここでやばいと感じられるかどうかがデブとオードマンの違いだと思います。そこからは少し飲食を気にするようになりましたが、それでも体重が63キロを推移していました。そして私の運命を変えたのが2回目の無職になった時です。きっかけとなったのは、再び無職となって時間があり余り、 YouTube のおすすめに出てきた健康系の動画を見ていたことです。動画で健康に関する正しい知識を得たことと、あと基本私は過去の自分の動画を見返すことはないのですが、まあ時間がもったいないから、その時たまたま見た過去の動画で、そこに映し出された自分の丸い顔とたるんだ二重顎にキモさを抱いたことです。ご覧のように大野式ダイエットは効果抜群ですが、残念ながら全ての人がやっていいダイエットではありません。対象者を選びます。対象となるのは無職、派遣社員、中年、そしてデブです。逆にお勧めしないのは肉体労働者と育ち盛りの子供です。太った子供は要検討です。なぜ対象者を設定したのかは後ほど説明したいと思います。大野式ダイエットはそこら辺のありふれたダイエットと一緒で、食事と運動の両方からアプローチします。まずは食事についてです。ただし食事でポイントとなるのは、食事の回数と食事の内容によって腸を整えてやることです。そこで大野式ダイエットが推奨する食事回数は1日2回、昼ご飯と夜ご飯です。朝飯は食べません。というのは現代社会は飽食社会です。はっきり言って皆さん食べ過ぎなんですよ。何も考えずに本能の赴くまま食べてるからそうなっちゃうんですよ。
体が太るメカニズムは小学校の算数と一緒です。摂取カロリーから消費カロリーを引いた余りが脂肪、そしてその脂肪を溜め込んだ先にあるのがデブです。さらにそのデブを放置しておくと病気になります。とてもわかりやすい例を挙げますと、この動画をご覧の方の中には家で犬や猫のペットを飼っている方がいると思います。ワンちゃんや猫ちゃんの食事、1日何回あげてますか？1日2回じゃないですか？なんで3回あげてないんですか？犬や猫を購入する際、ペットショップで店員さんに餌は1日2回ですと言われませんでしたか？そして餌を与えすぎると病気になると言われませんでしたか？じゃあ人間は1日何回餌を食べてますか？さらに人間の場合、餌に加えて間食もしてませんか？そういうことです。ところでペットのように朝飯と夜飯ではなく、大の式は昼飯と夜飯なのかというと、プチ断食をするためだからです。前の日の夜飯から次の日の昼飯まで16時間空けて、胃を休ませる時間を作ってあげるのが私が実践しているプチ断食です。すると体が活性化されます。プチ断食の効果を話すと動画がさらに長くなってしまうので、プチ断食を詳しく知りたい方はこの動画終了後に誰かの動画を見てみてください。先ほど私は朝飯は食べないとは言いましたが、プロテインと青汁を混ぜた成分無調整豆乳を 300ml だけ飲んで朝出かけてます。慣れればこれだけでも昼まで持ちます。私がおすすめのプロテインはこちら、ハイクリアのソイ。こちらはホエイではなくソイです。牛乳ではなく豆です。さらに注目ポイントとしては人工甘味料不使用。大体のプロテインは、人工甘味料が入ってます。人工甘味料なんて食ってたらガンになりますよ。こちらは天然の甘味料を使ってます。味はきなこ味で美味しいです。値段も安く、私はすでに3袋目に突入しています。動画の説明欄に商品のリンクを載せておきますので、興味のある方はぜひ1回だけでも試してみてはいかがでしょうか。昼や夜の食事に関しては特に制限は設けず、食べたいものを適量食べてます。ただし次に申し上げるものはできるだけ口にしないようにしています。できるだけ。まず1つ目が牛乳、2つ目が小麦粉、そして3つ目が砂糖です。これら3つによる体への弊害はこの動画で説明すると長くなるので、詳しく知りたい方はこの動画終了後に他の方の動画を見てみてください。まあ一つだけ申し上げますと、牛乳と小麦をやめるだけで便が改善されます。私の便はほぼ毎日1本です。あとドラッグストアとかにある骨密度測定装置、あるじゃないですか。それで測ってみると骨密度の数値が昔より上がりました。あともう一つ、プロテニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチ、彼が小麦をやめて体調が改善したというのは有名な話です。まずはちゃんとした食べ物を食べて体調を整えてやることが大の式ダイエットの第一ステップなのです。だからこそ冒頭で話したように、無職や私のような派遣社員こそ大の式ダイエットを実践すべきなのです。理由は簡単です。無職や派遣社員は基本的にお金がないので病気になるわけにはいかないのです。だから健康的に痩せましょうと私は言いたいのです。あと中年になると成長期の子供と違って必要以上にカロリーを取る必要はありません。むしろカロリーの摂取を控えましょう。デブもそうです。ただし肉体労働者の方は
カロリー不足になる恐れがあるため、大野式ダイエットはやってはいけません。成長期の子供もです。次に運動に関してです。食事で摂取するカロリーを抑え、運動して筋力を増やして基礎代謝を上げてやる。そうすると体は不足するエネルギーとしてそれまで体に溜めていた脂肪を使い始めます。私が行っている筋トレは、一つ目がスクワット、二つ目が腹筋、以上です。高いお金を払ってまでジムに行く必要は全くありません。スクワットと腹筋の具体的なやり方は、筋肉体操でおなじみの谷本准教授の動画をご覧ください。スクワットはこうです。しゃがんで立つ、しゃがんで立つ、これを10回、そして毎日です。もし10回で物足りなくなってきたら、回数を11回に増やしてください。続いて腹筋のやり方はこうです。伸ばして縮む、伸ばして縮む、これを10回、そして毎日です。もし10回で物足りなくなってきたら、回数を11回に増やしてください。毎日です。週3回とかにすると忘れたりするんですよ。毎日できれば同じ時間帯に毎日やって習慣化させることが続けられるコツです。そうすると私のようになれます。ジムなんて行くのがめんどくさくなって終わりです。家ザップで十分です。最近私この他にも腕立て伏せも始めました。腕立て伏せのやり方はこうです。こうしてこう、ももをつけてこう、これも10回、毎日やります。どうです？動画をご覧の皆さんも一緒に大野式ダイエットを始めてみませんか？そして一緒にピンピンコロリを目指しませんか？ということで本日の動画は以上です。もしこんな健康リテラシーの高い派遣社員に興味のある方は、ぜひチャンネルの登録をお願いいたします。また本日の動画が少しでも面白いと感じた方は、グッドの評価もお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。